下佐国相馬郡の範囲相馬郡は、茨城県、千葉県にあった郡。南北に分割された相馬郡の範囲明治11年の、軍区町村編成法施行当時の軍域は、現在の行政区画に当てはめるとおおむね以下の通りで、ある。ただし、古代、中世の相馬群及び相馬ミクリアの範囲とは、必ずしも一致しない。ねど、祝練寺、伏せ、伏せした。 弁天した、伏線新町一の三丁目大津川、伊藤平安時代末期に、相馬軍の荘園の大部分が、伊勢神宮に寄進されたため相馬ミクリアとして文献に登場する。相馬ミクリアの税収管理権は、千葉市にあったようであるが、これをめぐって、数差などと争っている。千葉常との第二、千葉市による下佐国の支配権が確定した後は、次男相馬市常に、 相馬ミクリアが相続され、遺構室根の子孫が相馬氏を名乗った。なお、現在福島県に存在する相馬軍は、中世下佐国相馬軍より起こった千葉氏の一族、相馬氏に由来するものである。相馬氏第二代の相馬義種が軍港によって、道の区国行方軍に自動職を得、第十一代の相馬氏家種が行方軍に土着したとされる。したがって、 現在の茨城県北相馬郡千葉県東葛飾郡と福島県相馬郡の歴史的な関係は深く、1977年に千葉県流山市と相馬市が姉妹都市名約を結ぶなど現在に至るまで交流が続いている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震においては茨城県鳥出市が 南相馬市との災害時協定に基づいて避難者の受け入れや支援などを行ったほか、千葉県阿弥子市も相馬市に対して支援物資の提供等を行っている。ありがとうございます。